久しぶりだな。お前たちにまた会うとは。バイド、ゼウスが言っていたのはお前のことだったのか。ちょうどいい、退屈していたところだ。またあの時のように俺を追い詰めて生きてるって錯覚させてくれ。死神のパーティー会場はこの上だ。待っててやる。待て、ダイド。ダイド克巳、どうしてここに。上だって。見たところかなり高くまで空洞が続いているようだが。なら俺が行くよ。ちょうど試したいコンボがあるし。そうだね、僕たちはダイドとは相性が悪すぎる。ピープ、相性が悪いから戦わねえってのか。そんなことは言ってないよオズ。僕たちは後から必ず駆けつける。先に行っててくれ。分かった。さあアンク、試したいコンボ分かってるな。試したいコンボ、お前まさか。ダメだ、俺のメダルは渡さねえ。いいだろう、ちょっとの間だけだし。後でアイス100本あげるからさ。100本、本当だろうな。絶対返せよ。サンキュ。じゃあひとっ飛び行ってきます。頼む、俺たちも後から追いかけるぜ。来たのはお前か。こんな場所飛べなきゃすぐには来れないでしょ。まあいい、死んだ俺でも生きていると錯覚できる、あの感覚を味わわせてくれるならな。わからないな、どうしてゼウスみたいな奴の言いなりになるんだ。言いなりか。俺も奴の計画を利用する。俺の目指す世界のために。それにしてもダイドウ克巳まで現れるとはな。ネバーの技術も絡んでいるとはいえ、まさかあいつ以前フートでやろうとした全市民をネバーにする計画をゼウスの技術を使ってまたやろうとしてるのか。そうかもしれないね。そんなこと絶対にさせてはいけない。でも彼を見ると。なあフィリップ、ダイドウはすでにとんでもねえ量のコアエナジーを摂取している。
これ以上摂取し続けるとどうなるか分かるよな。ああ、ウバと同じく暴走してしまうだろうね。そして自我すら失う。そうなる前に俺たちの手であいつを止めてやらなければ。分かった。でも彼のマキシマムドライブはガイアメモリの能力を奪う厄介な力を持っている。それならすでに手は打ってあるぜ。オーズに攻略法を教えておいた。あいつのマキシマムスロットの場所をな。今回は君に助けられそうだね。褒め言葉は後でゆっくり聞かせてくれ。それより今は行くぜ相棒。お前の切り札は封じたぞ。俺の体はコアエナジーでさらに強化されている。俺は不死身だ。俺の罪は終わらない。これからも永遠に重ね続ける。ならその永遠俺たちの手で。さあお前の罪を数えろ。ダイド、お前。俺は地獄から帰ってきても明日を手に入れることはできないか。もうやめろ。君だってもう分かっているはずだ。人間は君が知っているような人間ばかりじゃない。黙れ。お前に何が分かる。明日があるお前たちに。エターナ、お前には失望した。だが一つ感謝しなければいけない。君だけが膨大なコアエナジーに持ちこたえた。君のデータがあれば研究はようやく完成する。ゼウス、とうとう完成するのね。
私は何を。今の声はアイド。どういうことだ。アイ、お前を今すぐ調べる必要がありそうだ。連れ去られた。ゼウスのやつ、なんだってアイのこと。もしかしたらゼウスはアイの秘密に気づいたのかもしれない。おいフィリップ、もしかしてアイのことでまだ俺たちに言ってないことがあるのか。すまない、万が一にもゼウスに知られないためにみんなにも言ってなかったことがある。アイにはアイダ博士の記憶が宿っている。それは全て隠れていたようだったが、僕たちと行動して少しずつ記憶が蘇っていっているように見えた。ゼウスは記憶が宿っていることまでは知らないはずだけど、何か気づいたかもしれない。ゼウスが愛の秘密を知っちまったら先に進むしかないよ。でも愛がいないとセクターの解放はどうする。あ、それなら俺できるけど。イズ、生成セクターを解放して。よし、先に進もう。翔太郎、行くよ。この気持ちを抱えながら進まなきゃな。オッケー。お前を止められるのはただ一人、俺だ。セクターか。ここを解放すれば残りはセンタータワーだけだね。広大な場所だけに計画的に進まないと。なあ左。おい左。ああすまないテルミ。二人して考え事をしていたようだ。すまないねテルイ流。やはり大道のことか。二人ともあまり引きずらないで。今はゼウスを倒すのが優先でしょ。それに事情があるという。やつはフート史上最悪の犯罪者だ。同情の余地はない。分かってるさ。でもな、堅物の警官と違って俺たちには割り切れないことがあんだよ。おい、アイスよこせ。アンク、空気読まずにアイスを。空気？は？ゼウスを倒しに行こうぜ。ウス。おい、お前舐めてんのか。あ、違くて、俺はみんなを笑顔にしたいんだ。はあ、ゼロワン、
出会ったばかりの君が僕たちを引っ張ってくれるなんてね。どういうことだ、全然面白くねえぞ今のギャグ。わざと面白くないことを言ってるのに気づかないのかい君は。ゼウスとゼウスなんて無理やりにも程がある。ちょっと言い過ぎだが、ゼロワンの言う通りだ。この気持ちは全てゼウスにぶつけてやるぜ。うっす、今のはフリじゃねえぞ。分かってるって。さあ先に進もう。バリアってやつか。これは厳重な警戒だね。近くにバリアを発生させる制御塔があるはずだよ。相棒、俺たち二人で一人の仮面ライダーさん、どんどん行くぜ。Yeah!
どうだ。ここは俺に任せて。お前を止められるのはただ一人、俺だ。みんなの夢を守るためです。Get out of here!